この人のお話を聞きたいとか、その人の顔を見たいとか、その人とずっと長い時間一緒にいたいとかいう人は、必ずご縁がある人です。それは前世で兄弟であったとか、親子であったとか、恋人同士であったとか、そういうような関係がどうもあるみたいなんですね。家族だけが最も重要なのではなくて、根性では他人であっても、自分の立っている位置から見ると、すべて同心円、コンパスで引いた同じ距離にいるんですね。親、子供、兄弟、親戚、それから友人、知人、初対面の人まで、魂の距離で言うと、実は全部等距離、全部一緒なんです。で、皆さんの悩み、苦しみの9割っていうのは血の問題なんです。家族のしがらみ、家族、ファミリーというものをどう捉えるかという問題で、すごく悩んでいる人が多いと思います。家業を継ぐとか、名前を継ぐとか、一人娘であるから養子を取らなくちゃ、その名字が続かないとか。私は今まで1万5000人くらいの人生相談を受けてきましたが、自分の中で家族というものを特別視さえしなければ、悩み、苦しみの9割はないであろうにと思いましたね。フランスにジョルジュ・シムノンという作家がいるんですね。この人は有名なサスペンス作家なんですけど、メグレ啓士のシリーズというのを書いていて、そのメグレ啓士のシリーズの冒頭にはこう書いてあります。この世に愛というものがなければ、犯罪のほとんどは起きなかったろうに。このジョルジュ・シムノンの最初の一言は、人間に対する限りない優しさと洞察力を感じさせますね。普通のミステリーとは深さが違う。人間の描き方がものすごく深くて、人間の心優しさみたいなものがいつも犯罪に絡んでくるんですね。そのジョルジュ・シムノンの「この世に愛というものがなければ犯罪のほとんどは起きなかったろうに」という言葉ですが、実は家族というものをこういうふうに考えると、皆さん家族のしがらみから離れることができます。ここに階段があります。私の場合は同じ高さに家族と他人がいます。家族が他人よりも10大事だって言うと、この高さが10上がったんですけど、他人の位置からすると他人は10大事じゃなくなったんですよね。家族は100大事だって言った場合には、他人の位置からすると他人は100大事じゃなくなったんですよね。家族は200大事であるって言った時には、実は他人の位置からすると他人は200も大事じゃなくなったんですよね。そうやって人間関係を、家族だけは絶対大事だと思って捉えていると、このギャップに大変苦しむことになります。宇宙的なレベルでものを考えていくと、実は親子とか家族とか他人とかいう区別はなくて、全ての魂は全部同心円、等距離にあることに気がつきます。親子という名の他人、夫婦という名の他人、他人という名の家族、家族という名の根性での縁なんです。それが自分の中ではっきりと確認が取れると、親や兄弟や家族だけ、恋人だけ、自分の妻や夫や子供だけではなくて、全ての目の前にいる人が大事であることに気がつきます。この話をすると、じゃあ家族をないがしろにしろということですか？という人がいるんですけど、そういうことではありません。家族に対する大切さと同じように、常に
自分の周りに現れる人は全部等距離ですから大事にするんです。その中の一人が妻であったり夫であったり子供であったり、だけど血のつながっていない人も全部大事な存在であって、しかも今日初対面の人までも全部同じ距離にいるんだと思ってみたらどうですか、ということです。要するに家族を大事にするのと同じ距離感で他人にも対するというのが分かってくると、家族のしがらみに縛られることがだんだん少なくなってきます。私の目の前にいる人すべてが大事な人であると思うこと、それが宇宙の真実だと思います。